の正体を暴くぞ。助けよう、アカデミアもアリサもホープ君も。システムの中心だよ。機械なのになんだか生きてるみたい。アリサの言ったことが本当ならユールとカイアスもあそこにいる。敵か味方か。ユール一人なのか。クッポ、これを届けに。なんで私たちに。時を守ってほしい。ウォルバの里であったあなたたちは信じられる。ウォルバ教、今と同じ時代。あの時のユール、ねえ、時読みって一体何。最も古き一族の巫女、時を見る者、未来を見て予言の書に記録してきたけれど、それもずっと昔のこと。もう記録する必要はない。カイアスがいるから。どうして。彼は時読みを守り、時読みが見た未来を記憶する者。死を超えてあらゆる時を永遠に記憶する。彼は、カイアスは決して死なない。あいつは不死身だって言うのか。時読みがエトロの目を持つように、カイアスはカオスの心臓を持っている。女神は望まぬ永遠を彼に与えた。守護者の使命は時読みの力を守ること。未来を見る力は歴史を狂わせる狂気にもなるから。それならどうして助けてくれるの。私たち歴史を変えようとしてるんだよ。歴史はすでに壊れているの。あなたたちが出会う前に時は歪められて、未来は破滅へねじ曲げられた。未来が変われば時を遡った過去までも変わる。国運を支えた奇跡も変えられてしまった。クポ、帰ってきたはずのものは矛盾に飲まれた。帰ってきたはずのって、お姉ちゃん、お姉ちゃんのこと。じゃあお姉ちゃんが消えたのは。未来が変えられたから。じゃあ私たちがゲートを使ってパラドクスを解消していけば、うん、未来は再び変わり、時は戻る。あなたが覚えている過去に、あなたたちなら正しい時を導ける。私たちのしてきたこと間違いじゃなかったんだ。ああ、知ってるなら教えてくれ。この塔に俺たちを罠にかけた奴がいる。誰の仕業なんだ。敵はその中にいる。あなたたちを追い詰めた時の矛盾、自我を持つ機械。
械？じゃあアカデミアで会ったカイアスは？機械の運だ、まがいもの。私たちがこの塔で見たカイアスは？それは本当の彼。私をここに届けただけ。すべて終われば迎えに来る。行こう。行って。新しい明日を私に見せて。わかった。お前の痛みをこの胸に刻もう。儚き生に呪われた全ての娘の記憶とともに。心配。クッポ。そうだな。でも戦いに迷いはいらない。彼女が望んだ未来を今は信じる。うん。クッポ、偽物のカイアスはここから送り込まれたのか。ユールが言ってた敵ってどこ。クッポ。クッポ。デミファルシ、自我に目覚めた機械ってあれのことか。死骸事件の真犯人も、塔で私たちを殺そうとしたのも全部デミファルシだったのね。主が過去に現れるなんて。ここは時の狭間と似てる。過去と未来がつながってるのかもな。未来とつながってる。未来のファルシがこの空間を利用して時を遡り、塔の人工知能に潜り込んだ。ファルシに乗っ取られた人工知能は塔から人間を排除して未来のアカデミアにファルシを作り上げる。デミファルシが人工知能に命令したから人工知能がデミファルシを作ったってことか。一体どっちが先なんだかな。矛盾してるからパラドクスなんだよ。自分が誕生する歴史を守ろうとしたんだ。
そうか、本当は自分がパラドクスと知ってて。待って、デミファル氏が過去に干渉できるなら。時を遡って再生できるってか。この空間がある限りデミファル氏は倒せないっぽ。モグのおかげだな。ここモグ使いが荒いクポ。モグがヒーローだ。よく頑張ったね。ホープの責任だ。デミファル氏も人工知能もあいつらの計画が発端だろう。なんて人のせいにしたくもなるよな、ここまで追い詰められたらさ。ちょっとはね。でも過去の人間に文句言っても仕方ないしな。敵の再生をやめさせないと持たないと。